神戸市の美術館で個性あふれる現代アートおよそ100点を集めた展示会が開かれています。ナジオ和紙の上に墨や水彩絵の具で形を描き水でぼかしたこちらの作品、抽象的で見る人の想像力をかきたてる一枚です。一方こちらは神戸市出身の画家堀尾貞治さんが阪神淡路大震災で被害を受けた神戸の街を表現したもので、震災後しばらくしてから記憶に基づき描かれました。神戸市灘区にある BB プラザ美術館では日本の現代美術をテーマにコレクションの中から多彩な表現で作家の熱い思いや息遣いが感じ取れる絵画や彫刻などおよそ100点が紹介されています。どうしてこういうふうに作品ができるかが不思議というかね、面白いというか、この色がどんな色かな、形が不思議だなと、まずそういったですね、ところから作品と向かっていただいて、作品とご自身とでキャッチボールをこの空間で楽しんでいただけなら見ていただこうという。この展示会は BB プラザ美術館で今月28日まで開かれています。